フィリップ・ジェームズ・ドラウザーバーグは、ロンドンの劇場で凝ったセットを設計し、また、エード・フュージコンと呼ばれる機械劇場を発明したことで知られる、ドイツ系の英国ロマン派の画家。彼は、信仰療法に関心があった。不都合での性は、ルーテルブールと読む。彼の名前は、フィリペ・ジャックやフィリップ・エアコブと綴られることもある。またザ・ヤンガーがついた記載もある。 ラウザーバーグは、スイス人の細密画家の息子として1740年に、当時フランス領のストラスブールで生まれ、ルター派の聖職者を目指し、ストラスブール大学で学んだ。パリ卒業後彼は、宗教的職業に就くことを断って画家への道を選び、1755年パリのシャルル・アンドレ・バンロー、その後、フランソワ・ジョセフ・カサノバのもで修行を積んだが、彼の技量の熟達は早く、 立ち所に同時代の流行を追う人々の間で知られる人物になった。彼はデビュー作として嵐の日の入り、雨の後の夜と朝を含む12の絵の展示を行い、1767年に彼は教会の年齢制限の決まりよりはかかったがアカデミーフランセーズに当選し、風景、嵐の海、戦いの絵を描いたがそれらすべては パリの専門画家の作品より高い評価を得た。その後彼はスイス、ドイツとイタリアを旅行した。発明家その後、彼はいろいろな機械装置を発明し、画家としての名声と同じくらい有名となった。それらの一つは実験的な劇場で演じられた全く新しい効果を利用した演劇で舞台背景の後から光を当てて月と星を表現し、 金属とガーゼの透明な青い板及び銀のバラバラな糸によって作る幻想的な水の流れを表現するなど当時人々に驚きの目で見られた。劇場1771年にラウザーバーグはロンドンに移り住みデビット・ガリックに年俸500ポンドで雇われるジューリー・レーン劇場の背景、コスチュームのデザイン、ステージ機械の監修を行った。ここで彼は 着色された幻灯用スライドとスカシエを用いた独創的な照明で、例えば緑の木が徐々に赤活色になる、月が昇る、流れる雲を照らすなどの仕掛けを作り幻想的な舞台設備を作り上げた。この舞台効果は一般市民だけでなく女子アレノルズ教などの芸術家たちからも賞賛を浴びた。彼はこの劇場の仕事を1785年まで続けた。 その後、自然のイメージを意味するエイドフュージコンと呼ばれる演芸機械でより大きな成功を収めた。これは1.82.4メートルの大きさのミニチュア機械劇場で自然界の様々な現象を動く絵を使って模倣するものである。この装置は1781年3月から彼の自宅の座席数がおよそ130人の行動で公開された。この装置では ステージの照明と色を変えるためのステンドグラスを照らすのに発明されたばかりのアルガン島を使用した。1781年のクリスマスに、ラウザーバーグは、ウィリアム・トマス・ベックフォードのためにフォントヒルのエジプシャン・ホールで開かれたパーティーでエド・フュージコンを用いた見せ物を催した。ベックフォードは上演後、全く見たことがなく、頭で想像することもできない何か神秘的上演で、 この先が楽しみであると述べている。このパーティーの後、彼はエイドフュージコンで、地獄の炎の池の騎士で軍隊を整列させるサタン、ヤマンマデンを持ち上げる、ダテンシなどミルトンの、失楽園を素材としたより神秘的な主題を試みた。しかし、エイドフュージコンの、制作コストに見合う売り上げが得られず、また早く次の作品を求める観客の要求に、ラウザーバーグが、 エイドフュージコン用の原画を制作が追いつかないため、間もなく中止となった。彼はしばしばパノラマ画の発明者と呼ばれているが、実際にはスコットランドの画家ロバート・バーカーがエイドフュージコンとほぼ同じ時期だがわずかに早く最初のパノラマ画を発表している。絵画ハウーの戦い、または栄光の6月1日、1795これらの仕事にもかかわらず、ラウザーバーグは、 まだ絵画を描く時間を取った。ハウ教の戦い、または栄光の6月1日その他の海戦をテーマとした絵画は英国海軍の勝利を祝うよう依頼されて描かれたものでグリニッジ病院ギャラリーに展示された。彼の最高傑作は無敵艦隊の壊滅である。また1666年のロンドン大火をテーマとした絵画や 連合軍のバランシエンヌ攻撃など何作かの歴史画を描いた。彼はまた産業革命にも興味を持っており、1801年に鋳物工場を描いた夜のコールブルクデールを発表した。1781年に彼は王立美術院のメンバーになった。出版物1801年と1805年にラウザーバーグは絵のようなイギリスの風景と題する二組の アクアチント版画集を出版し、1800年にはトーマス・マクリン社から出版されたバイブルの差し絵にも関わった。錬金術1789年に彼は錬金術と超自然現象に対する関心を追い求めるため絵画から手を引いた。ラウザーバーグはアレッサンドロ・ディカリオストロニアイ・オカルト学を学び、共に旅行をしたが彼の死刑判決の前に彼の元を去った。 しかしこのラウザーバーグとカリオストロの関係を称する記録は見つかっていない。その後、ルーテルブールと妻は進行療法を始めた。1789年にメアリー・プラットという支持者によって書かれた2、3の治療のリストと題されたパンフレットが発行されたが、それには神の手引き書を受け取るのに適切な受領人となったハマースミス・テラスに住む ルーテルブール夫妻は1788年のクリスマスから1789年の7月までの間に薬を使用せずに2000人の患者を治療したと書かれている。1812年彼はロンドン郊外のチジックで亡くなった。彼の絵画は英国のレスター、ファーナム、ダービー博物館、美術館などの美術館が所蔵している。 英語版ウィキペディアのフィリップ・ジェームズ・ドラウザーバーグの、講和は1911年に出版された、エンサイクロペディア・ブリタニカ第11版の文章を使用している。ありがとうございます。